マサマサ、はい、何してんの今はね、あのツイッターを見てて、ツイッターを見てて、すごい人を見つかったんですよ。え、誰？松谷信司司。あ、松谷新聞。あ、松谷さん知ってるんですか？キリスト新聞のね、社長さんね。あ、社長ですか？日本人のクリスチャンっぽくないんですよ。日本人のクリスチャンっぽくない。どのとこすごいの？なんかね、現代の、マルティン・ルーターみたいな。マルティン・ルーター改革者です。改革者。私も同じ思いがありますから。あ、ワンさんを改革したい。はい、私も改革したいんですよ。私マッサージ社長とすごい共通してるんですよ。あ、ワンさんとマッサージさんは共通してる。仲間です。仲間。相棒です。相棒です。向こうは知らん、さんのこと知らないじゃん。向こうも絶対、もうちょっと早く会えばよかったっていう感じになると思います。じゃあ、はい、会いに行ってみる？あ、いいんですか？あ、でも、横のつながりがなくてさ、不在の申し込みしてみますよ。もう早く終わります。わかりました。早く終わります。明日行きたい。明日行きたい。分かった。なんかいつになるか分かりませんか。マッサージ社長インタビュー撮影行ってみようやっていきたいなと思います。何を記事にするかとか、実際どう。社長やめて。マッサージさんにしてもいいですか？はい、社長はインタビュー、はい、どうやってその魅力を伝え、情報を伝達するかっていう。弁天。失礼いたします。もう仕事始まってるようですね。おはようございます。おはようございます。すいません、今日朝から、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。9時からいつも会議をオンラインでやってるんですけど、はい、あ、9時から、はい、早いですね。クリスチャンプレスっていうウェブメディアがあって、はい、それの打ち合わせの会議。あ、昨日なんか山下さんが、そうですね。あ、ストックがなくなっただけ。あと坂本さんがまだあれですもんね。大事な話の会議が朝にいち早くからやるような感じですか。ちょっと深刻な話もいろいろちょっとなんか出てきてるような、邪魔にならないように、ちょっとゆっくりとね、失礼にならないようにやっていきたいなと、思います。はい、あ、今会議終わりました、はい、すごい、あの、いろんな話、深刻な話とか。いや、深刻、深刻じゃないです。どんなお話されたんですか？ウェブの方のクリスチャンプレスっていうのを今ちょっとうちが引き継いでやってるんで、そっちの方の何を記事にするかとか、実際どんなぐらい読まれたかとか、そういう話を一応毎日してます。これからどんなお仕事していく予定？今日印刷日なので、新聞の、はい、なのでそれの構成をちょっと場所変えて、はい、移動するんですか？朝からバタッ移動っていうか、もともとここに事務所あったんですけど、それが今早稲田に今移転していて、もう行ったり来たりが朝からバタですね。はい、早稲田のところにあるキリスト新聞社、いよいよ私到着しました。伝説のキリスト新聞社、もう早速入ってみましょう。それでは行ってみましょう。社長さん、今からどんなお仕事をされていくんですか？今日は下半日という、はい、新聞 の、 最終的な校了といって、すべて作業を終えて印刷所に渡すっていう日なので、赤字修正を入れて、これをファックスに印刷所に送るという作業をします。これを今日中に全部完成しないと。あ、そうですね、はい、気合を入れてやらなきゃいけないですね。ちょっと構えなくなるかもしれません。あ、大丈夫です。増谷社長に対してのイメージ一言よろしければお願いします。かっこいいですよね。真面目でちゃんと教会に仕えてる姿とか、まあ、僕らにはあんまり見せないですけど、でもそういう姿もかっこいいなと思ってます。ああ、そうですか。スタジオに送ったので、はい、あとお返事待って。あ、なるほどです。それが OK だったら終わります。なるほどです。
とりあえず一段落終わりそうなのでインタビューをしていきたいと思います。インタビュー、はい、よろしくお願いします。ていただいてありがとうございます。コリちゃんになったきっかけを可能であれば教えていただけますか。きっかけは生まれがもともとクリスチャンの家庭で生まれたので。あ、そうなんですか。はい、あ、まあ、はい、生まれた時からと言ってもいいんですけど、まあ、洗礼を受けたのは高校卒業して大学に入ってから、はい、自分の意思じゃなくて親が行くからそこに連れて行かれて、はい、まあ、渋々行っていったというところから初めてその大学に入る時に独り立ちをして、はい、その時にまあ自分の意思で教会に引き続き行ってたので、じゃあまあ対面として大学入って受けようと、その時のクリスマスに洗礼を受けました。親と今同じ教会通われてるんですか。両親は福島県なので、別々で。福島県に今。そうです、実家は福島です、はいはい、なので高校まではずっと親と同じ、はい、教会が近くにない田舎に住んでた時はもう親が聖書を読んで話をするみたいなのを、はい、それ小学校の卒業6年ぐらいまではそういう感じでしたね。テレビの世界に入られて、はいはい、でその後にまた教員されて、はい、でキリスト神父っていうふうに来るわけですけれども、はい、その転機っていうのはどういったところに。もともと教育学部に入って、はい、でまあ、その前本当は漫画家になりたかったんですけど、それこそラミーとか真似して描いたりして本当はそのまま行ったら漫画家になりた、なりたかったんですけど、まあ、それはまあなれず、親も教員やってたんでその影響もあって教員になろうかと、そして教育学部に入って卒業した時に、まあ、一緒に就職活動と教員採用試験両方やってて、でたまたま教員採用試験が落ちて就活がまあ引っかかったというのでテレビに行ったんです。だからもともと教員にはなりたかったんで、まあ、テレビにずっといてもよかったんですけど、まあ、割とハードな仕事だったので、まあ、2年で辞めて念願の教員になったと。なったはなったで、まあ、それもそれでハードで教員もとてもいい仕事だと思ったんですが、5年目で、6年生を担任した時にちょうど長男が生まれて、うん、育児に専念したいなと両立は厳しいなと、で共働きだったし、じゃあタイミングとしてはじゃあ卒業生と一緒に自分も卒業しようということで、たまたまうちの教会の購読をしていた新聞に募集があったので、はいはい、それを伝道師の先生から紹介されて、うん、じゃあ受けてみようかと。でそれまで存在すら知らなかったのでだからまさかこんな仕事をつくとも思ってなかったですし、まして今みたいなね、こんな立場にいるとは全然夢にも思ってなかったです、はい、順風満帆と思われるか結構ことがあるんですけど、全然そんなことなくて、うん、両方挫折なんですよ。そのテレビも、まあ、本当はもうちょっとね長続きすればと2年で辞め、はい、教員も本当はなりたかった職業なんで、まあ、続けられたらもう少し続けられてもよかったかもしれないですけど、まあ、不思議なことにその道が閉ざされて今にいたり、結果そのテレビの時 あのことも教員でやってたこと経験とかも全部生きてるんで、はい、まあ、そういう意味ではなるべくしてというかね、なんかそう言っちゃうとね綺麗ですけど、クリスチャンはそういうことを言いたがるんで、特定多数の全く関心のない人にどうやって伝えるかっていう意味では全部通じてるんですよ。テレビはまあ一般 その視聴者向けで、教員は子どもたち勉強なんか本当にやりたくない関心もない人たちにどうやってこう魅力を伝え、やる気を起こさせ、で今もまあテレビとは全然違いますけど、メディアを通じてキリスト教に全く関心のないかもしれない人にどうやってその魅力を伝え情報を伝達するかっていう仕事なんで、まあ、そういう意味では、まあ、ありとあらゆることが生かそうと思ったら生かせる仕事だなと思いますよね。松谷さん、今仕事を終わったんですか。はい、今から帰宅ですかね。あ、そうですか。一日忙しかったんですか。いや、今日はまだ余裕がある方ですね。はい、今から戻って、またあの別の打ち合わせで。あ、あるんですか。はい、家で、はい、あ、そうですか。じゃあ今日は ここで、はいはい、お別れします。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、おはようございます。今日は松谷社長密着の2日目です。京王多摩センター駅で松谷社長と
合流して、一緒に学校の講演会の撮影、しに行きたいと思います。学校の名前はちょっと忘れちゃったんですけど、早速松谷さんに聞いてみましょう。今日はどこに行きますか？おはようございます。慶泉女学園大学で、はい、そこで今日は何をされるわけですか？チャペルで外部の先生が来て話をするっていう礼拝です、はいはい、おお、今日礼拝のメッセージを、はい、今日ワンさん、松谷さんにしますか？社長やめて。松谷さんにしてもいいですか？はい、社長はやめそうそうですか、はい、よし、多分すごくないですか、こんな綺麗。うわー、綺麗。この大学に園芸科っていうのがある大学で、そういう授業も力を入れている大学なんで。松谷さんをご紹介いたします。一番弱い人が一番可能性を持っているんだよと題して、松谷真嗣さんから紹介を行われます。はじめましての方がほとんどだと思いますが、ご紹介いただきましたキリスト新聞社という業界誌を出しているところの松谷と申します。で、皆さん初めてキリスト教に大学に入ってどんなイメージをでしょうか？聖書、いろいろまあリサーチをしてるとですね、なんとなくこうキラキラしたイメージ、ホーリーな神秘的ないうイメージを持たれることはあると思うんですが、まあ、実は案外そうではなくて、大体まあ失敗した話、不倫の話、同情した話、恨みつらみの話、そういうのがいっぱい書いてあります。大きくて強い、人がまあ優勢優位に立つ、弱さとかですね、あるいはその弱点、悩み、苦しみ、苦悩みたいなことが価値を見出せる聖書、先ほど読んでもらった中にも、弱い時こそ強い、弱さにこそ価値があるというような話が出てきます。強いものが勝つ、あるいは、ポジティブ前向きであることが大事っていうイメージとは全く違う、内容のメッセージが語られていると。たまたま皆さんはキリスト教の大学に入ったかもしれませんけれども、今日読んだ聖書、あるいは今日歌った賛美歌というのはもしかしたらたまたまではないかもしれない。皆さんが本当にこう弱さに苦しんだり、あるいは世の中の価値観の中で押し潰されそうな時に、もしかしたら助けになるかもしれないなと。これからの苦節生活の中でもたくさんの学びと交わりがあると思います。キリストの御名によってお祈りいたします。お疲れ様です。めちゃくちゃ良かったんです。取れました？あ、はい、めちゃくちゃいいメッセージでした。クリスマスリースを自分でここで植えてる、はい、そうやってた。すごい、1年生とか2年生とか学生たちがみんな植えてきてる。授業中とは思えない、いろんなのを植えてます。お疲れ様でした。もはや何のために来たのか、ね、最初の目的を見失ってしまうぐらい魅力的な大学でしたね。いや本当にそうなんですよね。本当に2日間いろいろありがとうございました、うん、お付き合いさせていただいてありがとうございました、はい、この後はもうこの後も今日は撤収を、あ、本当ですか、はい、よかった。じゃあゆっくりお休まれるように、はい、じゃあこれで失礼いたします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お疲れ様。あ、お疲れ様です。どうでした取材は？信念持っていらっしゃる人なんですよね。あ、メッセージが良かった。一番弱い人が一番可能性がある、うん、まさに自分のことを言ってるんですよね。なるほどなるほど、うん、私が一番可能性がある。皆さんが一番可能性があ る, る。私がやっぱりこうそれを聞いて自分何をやるか分かったんですよ。何やるんですか？改革です。改革。一緒に番組を作るってことです。番組を作る。かつてない、かつてない
一番大きい、一番影響力を持つ世界最大のコリシャン番組を作っていきます。松谷さんと、松谷さんも OK、 松谷さんもぜひやりたい、ぜひやりたいです。そうですか。そうです。じゃあこれから準備してるんですか。もう準備 OK です。持ってきたんですか。企画完成。今はね、どのゲストを誘うかまだ決まっていない。あ、はい、それだけです。決まり次第すぐ公開します。わかりました。じゃあちょっと楽しみにしてますよ。はい、ちょっとじゃあさよなら。約束の道。